ソビエト連邦構成共和国の地図1、ロシア2、ウクライナ3、白シロ,ロシア4、ウズベク5、カザフ6、グルジア7、アゼルバイジャン8、リトアニア9、モルダビア10、ラトビア11、キルギス12、タジク13、アルメニア14、トルクメーン15、エストニアソビエト連邦構成共和国とは ソビエト連邦の連邦政府との間に連邦条約を調印してソビエト連邦を構成する共和国となった諸国家である。構成共和国は民族に基づいた行政区画でありソビエト連邦政府に直接属していた。1977年ソビエト憲法第76条によれば、おの自のがあるソビエト社会主義国家が結合し、 ソビエト社会主義共和国連邦を結成しているとされる。第81条では連邦共和国の自治権はソビエト連邦によって保護されると規定している。崩壊以前の10年ではソビエト連邦は公式に15のソビエト社会主義共和国から構成された。また、ロシアソビエト連邦社会主義共和国を例外としてすべての共和国がソビエト連邦共産党の支部として 各国独自の共産党を持っていた。ロシアソビエト連邦社会主義共和国の領域外では、共和国はロシア帝国が1700年の大北方戦争から、英ロ協商までに得たほとんどの土地を含んでいた。場合によっては、バルト三国はソビエト連邦の一部と考えられていない。これらの国は1940年に、モロトフリッペントロップ条約に基づく。 バルト諸国占領でソビエト連邦に法に併合されたとしており、従ってソビエト支配下でも独立国を維持していたと主張している。彼らの視点はヨーロッパ連合、欧州人権裁判所、国際連合人権理事会、アメリカ合衆国などに支持されている。対照的にロシア連邦政府と州当局はバルト諸国併合は合法であるとしている。 エストニア亡命政府やラトビアとリトアニアの中米大使館はソ連への編入を認めない立場でソ連末期まで活動を続けた。バルト三国はソ連解体に先んじてソ連に独立を承認されている。1944年改正1936年ソビエト憲法によってそれぞれのソビエト共和国のために赤軍を分割して支部が設立された。 これらはまた外交と防衛のために国レベルの平坦を構築し国際法で法的な独立国家と認識されることになった。これによってウクライナとベラルーシの2国は1945年に国際連合総会の設立メンバーとして加わることを許された。現在以前の共和国はすべてが独立国となっておりそのうちグルジアとバルト諸国を除く11カ国は 非常に緩やかな組織である独立国家共同体を組織している。憲法ではソビエト連邦は政府連合であり、1924年、1936年、1977年の憲法の条項に従って、それぞれの共和国は連邦から脱退する権利を保持したが、冷戦の間はこの権利は無意味なものであるとの見方が支配的だった。しかし、 1977年憲法第72条は1991年12月にソビエト連邦の事実上の崩壊に利用され、ロシア、ウクライナ、ベラルーシは連邦から脱退した。ソビエト連邦は建国当初の1922年から1980年代半ばまで高度な中央集権であり、その後政治的な力はミハイル・ゴルバチョフによって行われた。 再構築によって解放され、結果として中央の支配は緩み、最終的には崩壊に至った。1936年に採用された憲法と1977年10月、その憲法の近代化までソビエト最高会議の党組織はソビエト人民代表によって構成されていた。これらの組織は名目上モスクワのソビエト連邦最高会議の支配のもとにあり、 ソビエト連邦と共にすべての行政階層で存在した。国家の行政階層に沿って並行の構造として党組織が存在し、これは共和国の総合的な運用行使のための政治局を許可していた。国の行政機関は並行的な党機関の方針を取り、党中央機関の賛成した全党と国家機関の指名が必要であった。べての共和国は国旗、 国章、国家など独自の国家の象徴を持っていた。なお、RSFSR だけは独自の国家を持っていなかった。すべての共和国はレーニン勲章を受章している。1980年代の時期には連邦内に15の共和国が存在しており、これらの共和国は連邦崩壊時に大きな役目を果たした。ソビエト連邦は 歴史的に高度な中央集権国家であったが、ミハイル・ゴルバチョフによるペレストロイカとクラスノスチは、この連邦体制の再構築を目指していた。しかし、これには、共和国の権力の増加をもたらすいくつかの効果を持っていた。最初に、政治的な自由化によって、共和国の政府に合法的に民主主義とナショナリズムをもたらすことを許した。加えて自由化は、 共産党階級をくじくこととなり、これはソ連の共和国支配を減じることとなった。さらにペレストロイカは各共和国の政府が経済資産を制御することと中央政府からの留保基金を許した。1980年代の終わり、ソビエト政府は体制の引き締めを図ったが、すでに力をつけていた各構成共和国はこれを拒否した。政府の努力も虚しく、 1991年、ソ連は共和国の脱退によって崩壊という結末を迎えた。ゴルバチョフ政権によるこの時代の地方文献と民主主義への改正が結果的には連邦崩壊を導いたことになる。共和国はこの時すべての国家が独立国となり、独立後の政府の多くでは、ソビエト時代の共和国の首脳が引き続き政府を構成した。 ソビエト連邦を構成する共和国は、そのほとんどはソビエト社会主義共和国と名付けられた。ロシアソビエト連邦社会主義共和国は、連邦内の連邦共和国となっていた。1956年から1989年までは、以下の15の共和国があった。なお、ソ連崩壊時には、バルト3国はすでにソ連を脱退しており、12カ国となっていた。 これらの構成国に加えて、それ以前に消滅した共和国に以下のようなものがある。ザカフカースソビエト連邦社会主義共和国は、ソ連内の連邦であり、アゼルバイジャン、アルメニア、グルジアの三国からなっていた。さらに、自治共和国もあり、形式上は国家が良いになっていた。ソビエト連邦を構成することはなかったが、 ソビエト政府によって以下のような共和国が建国されソ連に吸収されている。ソ連崩壊後、バルト三国は他国より遅れた1993年に加盟したが2009年に脱退している。詳細はソビエト連邦の自治共和国を参照ソビエト連邦の各国の中には共和国内に自治共和国を持つものもあった。これらの自治共和国は ソ連の構成国内の自治国であるものとされていた。しかし、これらの共和国はソビート連邦と別途条約を結んでおり、実際は連邦の直轄状態で統治されていた。ありがとうございます。